ロンドン、ストランド所在の王立裁判所には、高等法院とイングランド及びウェールズ構想院が入居する。イングランド法は、イングランド及びウェールズの法体系であり、アイルランド共和国、イギリス連邦諸国及びアメリカ合衆国の英米法の基礎をなす。最も厳密な意味におけるイングランド法が適用されるのは、イングランド及びウェールズという法域内においてである。 ウェールズは現在では権限を異常された議会を有するが、その議会が可決する立法は、特に限定された政策範囲においてのみ制定され、その範囲は2006年ウェールズ統治法や、その他の連合王国議会の立法、または2006年法の委任による数密院直令によって定められている。さらに、その立法は、イングランド及びウェールズ内の他の自治体により、 制定される条例と同様に、イングランド及びウェールズの一体の司法制度によって解釈される。イングランド法におけるコモンーの本質は、法廷に座する裁判官によって判例を目の前の事実に対して適用することで作られるという点である。イングランド及びウェールズにおける最上級裁判所である連合王国最高裁判所の判断は、 その対一切の裁判所を拘束する。例えば、暴殺罪は、コモン道上の犯罪である。コモンローは、議会によって変更されまたは廃止されうる。例えば、暴殺罪には、現在では、終身刑が必ず課されることとされている。イングランド及び、ウェールズの裁判所は、議会制定法とコモンローが競合する場合には、全社の優越を認めている。連合王国は、 三つの法域によって構成される国家である。すなわち、イングランド及びウェールズ、スコットランド並びに北アイルランドである。かつては別の法域であったウェールズは、ヘンリーパスイの知性にイングランドに吸収された。連合王国とその内部の各法域との違いは、例えば国籍とドミサイルの違いに関わる。すなわち、個人はイギリス国籍を有するとともに、 その構成国のうちの一つにドミサイルを有するところ、当該構成国の方が、当該個人の身分及び能力のすべてを定めるのである。大使アンドモリスは、ブリテン諸島における法域を次のように列挙する。イングランド、スコットランド、北アイルランド、マンジマ、ジャージー、ガンジー、オルダニー及びサークは、定職法上の意義において別の国であるが、そのいずれも、 国際広報において知られる国ではない。しかしながら、これは法律によっては異なりうる。連合王国は1882年、河瀬手形法の観点からは一つの国である。グレートブリテンは1985年外社法の観点からは単一の国であった。伝統的に著述家はイングランド及びウェールズの法域をイングランドと呼んでいたが、 最近数十年においてはこの用法は次第に政治的、文化的に受け入れがたいものとなってきている。権限以上によってウェールズに対して一定程度の政治的自治がウェールズ国民議会において許容されているが主権的な立法権限を有するようになったのは2007年ウェールズ総選挙の後である。すなわち2006年ウェールズ統治法によってウェールズ政府に 一定の一時的立法権限が付与された時である。もっとも民事、刑事の裁判所により管轄される法体系はイングランド及びウェールズの全体にわたって統一されたままである。これは、例えば北アイルランドとは状況をことにしており、北アイルランドはその立法権限が停止された後においてもなお異なる法域であり続けた法を参照。 大きな違いとしては関連する法律がウェールズには適用があるが連合王国の残りの地域には適用がない場合においてウェールズ語が使用がされるということがある。1993年ウェールズ語法は連合王国の議会の制定した法律であるがウェールズにおいては公的セクターに関する限りウェールズ語を英語と同等に取り扱うものとしている。ウェールズの裁判所においては ウェールズ語で話すことも可能である。1967年以降、多くの法律家は、1967年、ウェールズ語法に従って、イングランド及び、ウェールズの法体系を、イングランド及び、ウェールズの法律と呼んでいる。例えば、これらの地域における多くの商事取引の契約書における準拠法条項において、その表現が見られる。従前においても、 1746年から1967年までは、この用語法は特に必要ではなかったが、にもかかわらずよく用いられていた。1978年解釈法の別表第一は、ブリティッシュアイランズ、イングランド及びユナイテッドキングダムといった用語を定義している。ブリティッシュアイルズという用語の使用は、制定法上は事実上廃れており、これが登場するときには、 ブリティッシュアイランズと同義語と解されている。解釈上、イングランドは多くの特定の要素を含むものである。グレートブリテンは、イングランド、ウェールズ及びスコットランド、並びに、オークニー諸島、シェットランド諸島、ヘブリティーズ及びロッコールを意味するによる。連合王国は、グレートブリテン及び北アイルランド並びにその近隣の、領海を意味する。マンシマ、または、 チャネル諸島は含まれず、その独立的地位は、ローバーインターナショナルリミテッド、ブーカノンフィルム、セールズリミテッド 1WLR1597 及び、クロライドインダストリアルバッテリーズリミテッド VF&W フレイトリミテッド 1WLR823 において、論じられている。ブリテン諸島は、連合王国、マンシマ及び、チャネル諸島を意味する。 制定法に言及する際には、題名が略称で、アクトで終わる場合は、法律の題名年とされ、例えばインタープリケーションアクト1978のようになる。なお、米国の慣例においては、オブが含まれ、シビル・ライツ・アクト・オブ1964のようになる。これが、法律に言及する通常の方法となったのは19世紀後半であるが、 始まったのは1840年代である。従前は、法律を言及する際には、その正式代名とともに、国王の最下が得られた回帰の知青年及び、法律番号が用いられた。例えば、1362年英語答弁法は、3 6 d w 3 c 1 5と言及され、その意味は、エドワード3世の知性第36年における、第15号である。 過去においてはこれらがすべて正式代名とともに略さずに記述された。1189年以降のイングランド法はコモンローと呼ばれる法体系が発展した。これはノルマイコンクエストによるものかもしれない。ノルマイコンクエストにおいては多くの法律上の概念や制度がノルマン法からイングランドに導入された。イングランドのコモンローの初期の数百年間においては 裁判官は、令状制度を日常の必要性に適応させ、宣令と良識の混合物を適用して、内部的に一貫した法の集合体を構築することを責務としていた。例えば、商法の起源は、パイパウダーコートの添加であり、アドホックな市場の裁判所を指すにある。議会の有力化に伴い、立法が徐々に司法による法創造にとって変わるようになったため、 今日においては裁判官は極めて狭く限定された分野においてのみ革新的であり得る。1189年より前の時代は1276年に長期憶的時代と定義された。初期の数百年間における主要な諸問題の一つは運用上確実で結果を予測可能な体系を生み出すことであった。数の多すぎる裁判官は 不公平であるか無能であるかいずれかであり、その地位はその社会的地位のみによって得られたものであった。こうして、標準化された手続きがゆっくりと出現したが、その基礎となったシステムは、ステアデサイソスと呼ばれるもので、これは基本的には、決定を維持性を意味する。類似の事件は同様の方法で裁くべきことを要求する、先例拘束性の法理は、 ステアデッサイズスの原則に属する。こうして、各事件の例子を弟子伝大が、同様の事実関係の将来の事件を、裁判所の構造において、水平的にも垂直的にも拘束することとなった。連合王国における、最上級の上訴裁判所は、連合王国最高裁判所であり、その判断はその下の階層にある、他の裁判所の一切を拘束し、これらの裁判所は、 当該判断を国法として適用する義務がある。控訴院はその下級の裁判所を拘束し、以下同様である。影響は双方向にわたる。英国には、成分憲法ではない。いくつかの法律と憲法的修律によって構成されている。イングランド法の刑法の主要な原則は、コモンローに由来する。犯罪の主要な要素は、犯罪行為と、犯罪意志、または無謀。 である。卒通人は、ある人が攻撃的な作為を生じさせたこと、または当該被告人が犯罪的結果を回避するための手段を取るべき事前の義務を負っていたことを証明しなければならない。犯罪の類型は、誤殺、暴殺、投資及び強盗のようによく知られているものから、多数の規制上、または制定法上の犯罪にまでわたる。 犯罪に対する公弁は存在し得るが、例えば、自己防衛、恋、必要性、教養、そして暴殺の権威のある事案においては、1957年殺人法による限定責任能力、挑発、そして極めて稀な事案においては、真珠約束における生存がある。イングランドはその刑法を、イングランド刑法典のような形で法典化すべきとの指摘は、 幾度もされてきたが、過去においてはこれを多数が支持することはなかった。イングランド及びウェールズの警察は、地方自治体の警察委員会、警察本部長、内務大臣の3つの機関が、警察の権限を分割するという三極構造の下警察官は法にのみ拘束されるが、何人からも独立して、権限を行使するという警察官独立の原則が、伝統的に認められてきた。 警察官は合理的な理由があれば、被疑者の身柄を拘束でき、取り調べをすることができる。身柄を拘束された被疑者は、ソリシタを選任して相談する権利があり、取り調べにソリシタを立ち合わせることもできる。警察は、被疑者を起訴しようとするときは、ソリシタの資格を有する者から選任される、拘束官に事件と証拠を引き継ぐ。英国は、放送一元性をとっており、 大陸法におけるような検察官制度は存在せず、私人訴追主義が取られている。控訴官は、起訴すべきと判断した場合は、被疑者を警察へ陰知した時から原則として24時間以内に治安判事裁判所へ起訴する。治安判事裁判所は、略式手続きで処理できる経済を除き、被告人の答弁を聞き、被告人が訴因を否認するときは事件を刑事法院へ送致する。 刑事法院で被告人は、そり下から引き継ぎを受けたバリスタの弁護を受ける権利を有し、公開の法廷で、陪審の審理を受ける。伝統的に判例によって黙秘権が認められてきたが、1994年の法律により、一定条件下で黙秘権を行使した場合は、その逆の推定をすることができるとされ、黙秘権が制限された。イングランド法の家族法は、 現在伝統的な家族概念を離れ、相当複雑な内容になっている。離婚時における財産分与を同性者に認めるなど、婚姻外関係の法的保護が認められるだけでなく、社会保障関連でも同様の保護が進められている。1989年の児童法では、離婚におけるこの福祉を図る観点から離婚後の親責任の継続と子供との 面接交渉権が認められ、第三者的立場に立つコンタクトセンターが活用されている。判例を補完するものとして、詐欺防止法が制定されている。英国の労働法の特徴は、労働組合と使用者との自律的な関係に法が、介入を控える集団的自由法人主義にあるが、禁じ EU 法の影響によって動揺している。ありがとうございます。